この4年後のです、ね、選挙はです、ねまあ、イーロン・マスク出るんじゃないかなと僕は思ってるんですね、トランプとか、ね、イーロン・マスクと対抗するんだったら、ね、テーラー・スウィフトを出さなきゃだめじゃないかなと思うんですけどそういうです、ね、セレブとかスターをです、ね、党の候補にするっていうです、ね、もう本当に人気投票というかです、ね、スクールカーストのような感じにです、ね、アメリカの選挙になってくるんじゃないかと思います。 トランプ大統領誕生の次ですねあの4年後のですね選挙はですねまあイーロン・マスク出るんじゃないかなと僕は思ってるんですねイーロン・マスク大統領じゃないかなと思ってるんですよトランプ共和党のですねスローガンですねその時、まあ これで分かってきたのがあの共和党と民主党との差をどういうふうに見せるのかつまりアメリカのです、ね、政府の力を小さくしてで個人の力を大きくしてで努力したやつ才能があるやつがどんどん金持ちになればいいんだっていうです、ね、共和党の政策とあと民主党のです、ね、とにかくできるだけみんなあの平等に平等にしようとそれも機械の平等だけではなく結果の平等まで目指そうそのためには政府は大きくして多少税金が高くなろうとも この民主党の政策のですねもうなんかこの政策の差というよりはもうちょっとねフレームを大きくするというかですねしないと無理かなと思うんですよねてか分かりやすくしないと。で共和党のスローガンですね今のそのトランプいるところの共和党のスローガンってですね「アメリカを強くする」なんですけどもさらに言えば「勝たなければ無意味」っていうです、ね、アメリカ人がちょっとあの本質的に持っている根性みたいなものを前に出すスローガンでそれでまあす イーロンマスクなりですね、そういう奴らがですね、こっから先の大統領候補に上がってくるんじゃないかなというふうに思うんですね、4年後。で民主党はですね、民主党が立て直せるかっていうのは、もうあの政治の専門家をこれ以上出すよりですね、シンボルの立て直しだと思うんですね。スローガンとしてはですね、あのまあ、共和党みたいにアメリカを強くするとかですね、勝たなければ無意味と逆を張らなきゃいけないんですよ。なのでアメリカを世界のリーダーに。 つまり、共和党の,、ね、あの政治というのは基本的にもう世界のことはどうでもいいアメリカさえ強くなればアメリカが一番であればなんですけどもそれと逆張りするしかないんでアメリカは再び世界のリーダーにつまり外国の問題に関わりますとで何でかっていうとアメリカは理想の国ですとこれぐらいねなんか違う。 コンセプトを打ち出さないと共和党と民主党の差がもう出ないと思うんですねで。そういう世界のリーダーに、世界の理想の国にというふうにするには、トランプとかね、イーロン・マスクと対抗するんだったらね、テーラー・スウィフトを出さなきゃダメじゃないかなと思うんですけど、そういうですね、セレブとかスターをですね、党の候補にするっていうですね、もう本当に人気投票というかですね、スクールカーストのような、 感じにですね、アメリカの選挙になってくるんじゃないかと思います。こののの辺がでですすね、ね。その4年後の見据えた面白がり方じゃなないいかなとうううふうに思うんです、ね、基本的にアメリカってもともとモンロー主義って言ってですね、アメリカはもう国として豊かで資源もいっぱいあるから他の国と関係なく生きれるんだって言って第一次大戦の時にはもう参戦しないようにしてたし第二次大戦も本当は戦争に参加しないつもりぐらいだったんですよ。 で、それとは別にですね。積極的な第二次大戦後は拡大主義を取ってですね。日本東南アジアからですね。nato 諸国のですねえ。辺りまでですね。安全保障区域っいうのを広げる拡大主義とですね。このモンロー主義と拡大主義がアメリカのその両輪だったんですよね。どっちを取るのかで常に論争しているという。まあ、つまり、モンロー主義的なアメリカ閉鎖主義というかですね。引きこもり主義っていうのはオラは田舎者だけど、力強いよとオラを舐めるなと田舎者だと思って。オラの庭で勝っ。で 言っては許さない。これが不法移民っていうのを徹底的に防ぐ追い出してやるっていうですね。その共和党的な考え方であってですね。民主党のですね。そのアメリカの正義を世界に伸ばしていくっていうのは正義と真実とアメリカンウェイっていうのがですね。あのスーパーマンのキャッチフレーズだったんですよ、ね。スーパーマンっていうのはもう本当にあのよく知ってる人は知ってる通りですね。正義と真実と アメリカンウェイのために戦うんですね。あの、日本で放送された時は、正義と真実と平和のためって言ってたんですけども、もうそうじゃないんです,、ねんですね。アメリカンウェイのた,イのために戦う。それがですね、その、民主党の目指すですね、あ,あの、アメリカ像を、こういうふうに対立を作っていくべきなんじゃないかと思いました。続きは、まあ、限定の方の前説でしましょう。昨夜の放送から、米国の大統領選挙関連の話題を切り出し、速報という形でお届けしましたが、いかがでしたか普段、意図的に政治的発言はしない岡田さんですが、 トランプに続く大統領候補としてイーロン・マスクの出馬を予言したり一方の民主党に対しては選挙参謀のごとく共和党に対抗するためのスローガンやとるべきスタンスを策定してみたりかなり面白がっている様子でしたまた民主党の次の大統領候補にはテイラー・スリフトとなんとも大胆な提言もありましたねもし仮にバラコーバがを信仰 数々の社会貢献活動を行い、フェミニストで LGBT 差別を批判、民主党支持を宣言する彼女が大統領に選出されたとしたら、ルーズベルトの最年少記録を更新して、米国初の女性大統領になっちゃうわけで、イーロン・マスクとの異種カリスマ対決も見てみたいような気もしてきました。オタキング CH 管理人。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、大体いい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。